はい、今ね、どこにいるかっていうと、滋賀県の草津市います。草津ということで、大津、そして離島も隣なんだよね。今すぐそこが離島市なんだけど、そこのところで今、乳母鴨ちですね。乳母鴨ちが来てます。乳母鴨ちということで、今、乳母鴨ちね。で、視聴者は食べてくださいって言われて、食べてるところなんですね。こんな感じでね。これ美味しいですよ、乳母鴨ちね。結構和菓子とか菓子好きで、まあ最近、別に糖尿病じゃないんだけど、血糖値とかね、少しだけちょっと高い時があるんで、気をつけないといけない。糖尿病になりたくないからね。だから控えてるんだけど、まあ、結構甘いもの好きです。洋菓子も和菓子も両方好きですけどね。和菓子はあんことか、この団子ね。お餅好きですけど。いただきます。まあ、あとね、これ買ったんですよ。ビワのさざ波。ビアのさざ波ね。今なんかビアのさざ波って高橋陽一大学の教授ね、内閣の参与の方かな、あの方の発言ツイートが問題になってますね。今いわゆるこのくらいのこの程度のさざ波でね、中心になるのかっていうね、そのわらわらっていうのは確かにおかしかったと思うんで、あれわらわらって入れなければねよかったんだけどね。だからわらわらって入れちゃったのがダメなんだよね。で、実際、さざ波って、じゃあ皆さん、これ、琵琶のさざ波ってあるじゃないですか。さざ波ね。さざ波って小さい波です。だから、海じゃないから、琵琶湖だから、湖だから、淡水湖だからね。で、波は一応立ってるんだけど、そんなに大きくはないわけですね。さざ波ということで。まあ、いわゆる、今この日本において、高橋氏が言いたかったのは、日本において、まあ、新型コロナが第4波で蔓延してるんだけど、世界的に見たらそんなに多くはないということを伝えたかったんだろうね。だからその程度で中止になるのはおかしいというふうに言っていたと思うんですね。で、事実とか真実を求めていくとね、確かにその通りであって、世界各国見てると欧米とかインドなんかすごいじゃないですか、中南米とかもね。で、アジアの中だと、実際のところ実数検査を受けれないようなね、貧困層も多いし、国民皆保険じゃないから、その中実数として現れてないわけであってね。そう考えると日本という国は非常にマシなものなんですね。うん。なので、それに関しては私もさざ波ね、のような、ものだと私は思いますね。世界的な感染者からすればね。まあ、元の言い換えっていうものもちょっとあると思うんだけど、うん、だから、感染者としては小さいものじゃないかなと思うんです。だから私自身はもちろんね、オリンピックは開催してほしいですし、まあ開催しますからね、99.9%。で、感動的なね、終わり方でやっていきたいと思います。ワクチンが今普及してきてますので、今後、まあ今年下半期から来年にかけてワクチンがね、普及してきます。もちろん自分自身もワクチンを打てるようになった段階でワクチンを打ってきますけど、そこで、感動的なものということでね、まあ、下半期以降にね、世界各地で感染者、ワクチンが普及していく中で減ってきますから、オリンピックが、東京オリンピックでね、開催して日本でね、で日本が世界に、新型コロナを収束させようというね、そういった形で世界に発信する役目があるんだなって感じがします。その意味で私は、日本の担っているね、役目はね、すごく大きなものがあるのかなって感じはしますね。はい。なので、そこらに関してはね、まあ、ほんとあと2ヶ月ですけどね、皆さん本当に感動的なものがありますから、まあ、観客に関しては制限かけると思います。もしかしたら無観客になるかもしれない。まあ、無観客になったら無観客でしょうがないと思うんだよね。まあ、毎日のように選手はね、検査を受けるわけだし、こっちに入ってくるだけ陰性であることを証明してね、で、毎日検査を受けて、基本的にはその、オリンピックのその、宿泊場から、あと競技場から、ね、本当にあまり動かないようにということで決められてるわけだから、そこらに関しては心配ないかなって感じはしますね。ということで今、笑いとなってるということでね、琵琶湖にいて、さざ波をね、毎日のように、やっぱ滋賀県と、琵琶湖っていうのは切っても切れない仲なんだなって正直思いましたね。琵琶のさざ波ということで、さざ波をよう見てますよ。うん。で、あとはね、もう一個ね、これ買ったんです。本陣。ちょっと今食べちゃったけど、モナカ。モナカも好きなんですけどね。モナカ。本陣です。まあ、とにかく今大変な時期ではあるんだけど、全世界今まで93カ国行ってますけどね。まあ、いろんな国を見てきて、いろんなところ、日本は本当恵まれてるなと思うし、そこらに関してやっぱりね、私自身も発信していきたいと思ってますね。はい。なので、これからもね、こういった問題、まあ国内がいろいろ言ってますけど、で、その中で見てきた国際経験も踏んでね、これでお話しさせていただきたいかなと思ってます。はい。